あなたを傷つけた主人公にはなれない。ごめんね。大丈夫だから。奈良木野綾監督スペシャルインタビュー。インテリアデザイン会社に勤務する高槻あゆみ。職場で出会った夫大輔と一見幸せな結婚生活を送っているが、お互いを知りすぎているため会話も少なく完全にマンネリ。夫婦の関係に寂しさを感じていた。そんなある日、13年前に別れた元彼コータと再会。夫大輔と元彼コータの間で揺れ動く歩みの姿を描いたドラマ。監督を務めたのは、空を読むでの撮影で監督を務めました奈良木野綾と申します。ファーストクラスや飛んで埼玉をはじめ、今大人気の配信ドラマ金魚妻で監督として活動。曲の方に引っ張られすぎないようにしていたっていうことですかね。空を読むっていう曲と、ドラマの世界観をリンクしすぎないようにするっていうのが、そのドラマの世界観を感じてもらった人が最終的にドリカムさんの曲を聴いた時に、歌詞の意味がよりしっかりその人の心の中に刺さるっていう風になってくれたらいいなっていうことを目指していたところはあります。思い通りにはいかない、愛した人には伝わらない、最終的にどうして人は空を見上げるんだろうっていうところに行き着く、達観した感じで見ている感じと、諦めも少し感じられるような感覚もあったりとか、人生そのものだなっていうふうに感じた点と、このドラマの主人公の歩みが抱いている感情も全くその通りで、解釈がいくつも取れるようなそんな世界観だなというふうに歌詞は感じました。役者さんがより自然に役としての性格でリアリティを持ってやっていきたいっていうことはお伝えしたと思います。そんなにこう起伏もあるような話ではないんだけれど、ものすごくリアリティを持ってやっていけば見てる人のすごい深いところに刺さるんじゃないかなっていうふうにご相談させていただきました。はい。5、6年ぐらい前にもお仕事させていただいたりとかしてたんですけど、その時よりもいい意味で力が入りすぎてなくて、懐深いというんですかね、芝居っていうことを取っ払った状態でできる女優さんになられたなっていうふうにモニター見てて思ってました。トップシーンの旦那さんをぼーっと見ながらお酒飲んでるシーンがあるんですけど、感情が動いてるシーンでもないですし、自傷的な動きがあるようなシーンでもないんですけど、女性が男性をぼーっと見てる感情っていうのがよく分かって、絶対にこのシーンやりたいっていう風に思えたシーンだったんですね。雨の中車内で2人が話すシーンで監督が工夫したこととは。車が到着したら割とすぐありがとうって言って車から降りて、外で喋ってるところに旦那さんが声かけてきて、で入っていくっていう流れだったんですけど、皆さんがなんか経験したりとかしたドキドキ感と相まってよりドキドキするんじゃないかなとか、そのドキドキ感感じられるためにはって思ったら、雨の中外で喋るよりもちょっと車の中でいけないことをしてる感じゃないですけど、密室みたいなところでやってるところを旦那さんが見たら普通ではいられない感情みたいなのが出るだろうしっていうふうに思って変えたりとかっていうことはやっていましたね。歩みが選ぶのは夫か元彼か、その決断は。オリジナルドラマ空を読む、誰しもが経験したことのある感情みたいなのをより深く感じていただけたらいいかなというふうに思っています。この作品を見終わって感じていただいた感情を持って、最終的にドリカムさんの曲と歌詞を見ながらいろんな受け取り方をしていただいて見ていただけるといいかなと思っています。ぜひご覧ください。